この地福山では古くから能が盛んであった。初代藩主水野勝成は能や茶の湯を愛好し、能奉行を置くほどであった。そして豊臣秀吉公にゆかりのある国指定重要文化財組立式能舞台がここ福山市沼熊神社に現存する。その古くは江戸時代からの文化を受け継ぐのが北流大島能楽堂。現在の能楽堂をご紹介しましょう。鉄筋コンクリート、地上3階建て。総ヒノキ造りの舞台。2階建ての客席は395席設置される。北流大島能楽堂の創始者、初代大島七太郎、元福山藩士。明治27年より14世北六平太に師事する。能舞台の創建者、二代目大島久太郎。大正3年、福山の地に能舞台を創建した。また大正6年には能楽鞆の浦を創作、演能した。能楽鞆の浦は平成7年10月に約80年ぶりに再演された。戦後の復興を果たした三代目大島久美。能舞台は福山空襲により焼失。大島久美は福山へ帰郷後、能舞台再建へ向けた活動を始め、昭和22年に見事再建を果たす。東京から宗家一行を招いて演能活動を重ね、昭和33年からは開設付きの定期公演を始める。そして戦後の復興を果たし、今日の礎を築いた大島久美は昭和46年、現在の能舞台北流大島能楽堂を建設することになる。これはね、福山はもう昔からその能舞台がたくさんありましたしね、このお城が、城がなくちゃこの道はできないと自分子供心も思ってるんですよ。だからもう必ずこの城はいると、もう何言うことなしも思ってるんですね。能の難しさっていうのはどういうところにあると思っていらっしゃいますか？これがね、もう一番難しい問題で、本当返答のしようがないんですけども、大体あのやってる本人もようわからないんですよ。まあとにかくいくらやってもこれでいいということがないんですね。でもうそれはずっと前から私はその時その時がもう自分じゃこれでいいと思ってやってきたんですけども、まだ最近でもやっぱり、いやこうふと前はどんなことをやってたのかなというような気がしますね。まだわからないんです。六平太先生が昔あのとにかく芸が分かりかけた時には体が動かねえよっておっしゃってましたがね、確かにそういうことありますね。まああのとにかくまだまだ分かるんですけどね、もうそこから先は体が効かない。ただそれをカバーするのは自分の心ですね。気持ちの持ち方、心持ちでそういう深さを表している。ですから脳の中にはだんだん難しい老女ものというのがあるんです。まあこれ私はやることないですけども、もう100歳の乳母になったとして昔の華やかな時代を思い出して舞うと。だから華やかさどこからとなくこう華やかさはあるけども体は動かないという、そういうものですからね。もうこれは芸を極めた人が自然に立っておればできるはずのもんなんですね。行き着くところは動かないでほのかににじみ出るその昔華やかさ、こういうものが芸の真髄だと思うんですね。その後も数々の名曲、
戯曲を披露し続けた。現在の当主、四代目大島正信。伝統芸能の重要性が増す中、地道な普及活動に努める。定期公演は現在235回を数え、新作能の上演、初心者への体験会や能楽展覧会などを主催。本年中国新聞文化賞を受賞。そして本日、大島能舞台創建100周年記念能を開催した。今日までご支援いただきました多くの皆様方に感謝申し上げます。今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。これからも福山の地に能は息づいていく。